ちもえです。今回はですね、私の自己紹介を軽くしたいと思います。もちろん今までの動画を見てくださってる方はですね、もう知ってるよっていう方いると思うんですけど、ここからね見始めた方とか最近見て、もらっている方とかはですね、知らないかもしれないので、サクッと自己紹介していきたいと思います。まず私はですね、画家をしてます。これは動画を見てくださっている方はわかると思うんですが、画家してます。で、画家の活動としては自分の作品を作って個展をしたり、グループ展をに参加したり、そういう展示会を開いて絵を販売したりとかですね、発表したりとかしているんですけど、それとは別にですね、またクライアントワークといいますか、ご依頼を受けて絵を制作したりですね、あとはキャンバスだけじゃなくって壁画をしております。最近はこの壁画のお仕事の方が多いんですけど、外壁、内壁、地面、もういろんなところに描いてます。それもオフィスだったり、あとは飲食店だったりとか、いろんなところで描かせていただいております。で、その動画もね、ちょこちょこ出せるものは出させていただいているので、それもねチェックしてもらえたら嬉しいです。で、あとは、ライブペイントとかですね、そういうのもたまにやってます。最近またイベントごとが昔みたいにね、ちょっとずつ増えてきてはいるので、少し前もですね、中目黒のサボンさんでライブペイントさせていただいたんですけど、チョークアートのペイントとか、キャンバスのペイントとかね、いろいろその時その場に合わせて、パフォーマンスさせていただいたりしています。なので、作家として、普通の画家としての仕事と、あとは壁画家としての仕事とか、ライブペインターとしての仕事とかね、そういうのもやってます。あとはもともとアメリカのに住んでいたので、アメリカの、ね、大学に行ってその後住んでたので、アメリカのでよくある、チョークアートの大会によく出ていました。このチョークアートの大会っていうのが本当コンテストなんですよね。で、そのコンテストで例えば優勝したら、何回優勝するとマドンナリっていう称号がもらえるとかですね、一応もらっているんですが、でそういうのに参加したりとか、でそれが、3年前かな、コロナになる前にドイツでもあって、それに参加したりとか、いろいろとしてました。なので、地面に描くチョークアートっていうのはなかなか日本ではそういうやる人もいないんですけど、やる場所もないし、そういうコンテストとかもないし、やる機会もないんですけど、そういうねものがあるんですよ。で、それに参加してました。で、よくね描いてました。で、それを結構強みとはしているんですけど、そういうのもしていますっていうことです。で、もともとそのアメリカの大学に行ってたって言ったんですけど、高校卒業し、日本で卒業してからアメリカの大学、4年生大学に入って、大学卒業してアメリカの、にアメリカでですね、グラフィックデザイナーとして働いてました。で、グラフィックデザイナーとしてっていうのが、大学ではグラフィックデザインをもともと専攻してたんですよね。で、アート専攻の中のグラフィックデザインみたいな感じで、専攻してました。なので絵のクラスももちろん取ったんですけど、それも基礎的なクラスとかですね、あとは他 の陶芸とかジュエリーとかテキスタイル、布とかですね、そういう基礎的なやつを全部取らないといけなくって、全部取って、あとは専門的なグラフィックの、授業を取っていたみたいな感じなので、もともと画家になろうと思って大学に行って勉強をしていたわけではなかったんですよね。なので、その時はグラフィックデザイナーになろうと思って勉強していたので、その卒業してからはグラフィックデザイナーとして働いてはいたんですけど、その働いてる時にから絵を始めて、その在学中からですね絵を始めてたので、それが日本に帰ってきてからは絵の方が、絵が 9.9
もう 99% 絵で今食べてます。でたまにグラフィックのお仕事、名刺を作ってくださいとかロゴを作ってください、メニューを作ってくださいっていうお仕事があれば、あのたまにやってます。なのでそういうお仕事もね、もちろんご依頼いただければ受けたまわっております。なんですが、もうほとんどね絵の仕事をしている感じです。そんなザクッとサクッとこんな感じですかね。で、この YouTube も始めて何年だ、3年かな、3年4年ぐらい経つんですけど、地道にちょっとずつやっております。で基本的には私の作品作りを、いつもビデオに撮ってるので、それを見てもらいながらいろいろお話ししてるっていう感じなんですけど、もしねこれからなんかこういうのが見たいとかこういうのが知りたいとかそういうのがあれば、ぜひコメント欄に残してもらえたら、嬉しいです。それをねちょっとなんかネタ作りのね、手助けをしていただけたら嬉しいなと思います。はい、こんな感じですかね。サクッとですけど自己紹介ということでこんな動画を撮ってみました。なんかないかな。あ、で私の作品なんですけど、作品はあの普通のアクリル絵の具、油絵ぐらいですかね。あとは、水彩画とかね、色鉛筆とかはあんまり描かないんですよね。たまにやってるんですけど、作品集としてはアクリルとかオイルが多いです。でその作品たちはですね、私のインスタとかあとはウェブサイトで見れるので、ぜひそちらもねチェックしてもらえたらと思います。ウェブサイトは私のインスタに行けばですね、そのリンクがあってそこにウェブサイトも書いてあるんですけど、普通に私の下の名前と名字、萌えのつでローマ字で入れてドットコムって入れると出てきます。てか Google でね私の名前検索したら多分上の方に出てくると思うので、ぜひチェックしてもらえたらと思います。で作品買えないんですかっていう質問をいただくことがあるんですけど、買えます。でウェブ上で売ってるんですけど、それでもいいですし、例えばちょっとウェブサイトわかんないみたいな方はですね、インスタとかでこの気に入った絵があったらこれ買いたいんですけどっていう DM いただければですね対応するので、何かあればですねご連絡いただけたらと思います。であとは個展なんですけど、個展もですね、おととしと去年、あれ違うな、2年前と去年かはやったんですよ。で今年もね考えているので、ぜひぜひ決まった際には報告したいと思うので、見に来てくれたら嬉しいです。はい、ということで簡単な自己紹介をしてみました。これあの YouTube の視聴者さんが、視聴者さんというかチャンネル登録数が1万人を超えたらライブ、 YouTube ライブとかねしようかなと思ってるので、もしそういう需要があればそちらもね、なんか DM でもいいしコメントでもいいのでいただけると嬉しいです。なんかちょっとやってみようかなっていう気になるので、やってみてほしいなって思う方はねちょっと一言いただけたらなと思います。はい、ということで、今回は私のサクッと自己紹介でした。これからもですね、少しずつちょっと細々とですが、YouTube もやっていくので、皆さん応援よろしくお願いします。ということでまた次の動画で、バイバイ。